取れたんですね、うんうん、で痛みがないのはまずいです、うんうん、今日見込みのはこの神楽山へもともと年明けにこうやっぱりもともとナットリングだったのが本当にひどくなって、はい、ある人、急に月に2回ぐらい食べたんですけども、はい、ここの神楽山前にあの人バタバタバタって走って餌の時に喜んでこういうスーパーとこで滑って不安になって後ろ頑張るのいやそれね私いなくてそれなかったんですよね家族がいたんですけどもそこからちょっと動いてたけど夕方ぐらいになったらもう歩けんくなってもう今水も飲めなくて40度くらいの首のヘルニアじゃないかって超えるんだ、超えれるのか。はい、そうなんです。すごい、もしこうやってやったら、自分で授乳はできるんですけど、もともとこう、やっぱり話は。それはどうしよう。汚れたりするものなので、別に。でもあれですよね、今もワンちゃん。でも、前の子の先生と連れてきた頃に作ってたもので、でうちの今度来るからなのが実際に今のパンなので、しばらくちょっと使わないで大丈夫だと思います。出身隣だから駅の移動とかがエレベーターのワープとかで、このようなサステイルじゃあったとですね。エレベーターのところとエレベーターの動きで、じゃあちょっと少しあっちに戻ったら、おお、首は悪いね、まずね。多分まっすぐこっちに入ってくると思うんだな。お、あ、2時半。あ、今ね。あ、そっか。1時半に来る。鼻詰まってた。ああ、よく最近鼻水出すんですよね。ベロの色良くなってきました。
鼻詰まってた。詰まってた。多分ちゃんと鼻が通ってなかったんだ。あれがひどくなると咳が出てきます、うん、ベロピンクになったね。あ、そうですね、うん、ちょっと今ちょっとあ、起きれちゃうかも。なんかすごい牛乳でした、うん、起き上がりたかったもん。うん、立ってるし、後ろ足多分めっちゃ踏ん張ってる。多分ね、人ね、理想ちょっと良くなった。あ、なるほど。寝ない寝ない車乗ったら爆睡だ、うん、あ、そうなんですね。つねったんですね。つねって痛みがないのはまずいんですよ。ゆっくり動いてる。ちょっと動きますね。動きやすいね。うん、頭上がってるね、じゃあ。ちょっとこの子の筋肉がちょっと落ちちゃってるので、上がるのちょっと時間かかります。ここ1週間ずっと寝たきり、うん、やっぱり3日で落ちますね。そうですね、あの本人があのなんていうのかな、意識的に動かせるようになってればいいんだけど、大抵無理なんで、あとはちょっとさせすぎちゃうんですよね、皆さんね、リハビリだっていっぱいやればいいだろうって思ってるんだけど、元が良くなってない状態でやっちゃうと、今度、うん、筋肉を使いすぎになっちゃうんですよね。でも中3歳に見えないですね。この子ね。そうですか。おい。若い。うん。若かったね。めっちゃ若かったね。若作りね。ここがやばい。足がやっぱり力入らないです、はい、足がもうちょっと反対するやつ、ちょっとやろうってやつ
一応見込みは。神経のラインはもう打たれちゃってると痛くない。神経じゃない。この角度、この角度。この子は、ちょっとこれがリハビリです。こうやって1日2回。2回。はい。朝とか午前中1回と午後1回ずつぐらいこうやって補助しながら立たせて1分、はい、で1分立たせたらもう終わり、はい、そこから練習開始です、はい、でも伏せはできる、うん、横にならなくなった。それで少しずつやっていくと筋肉がついてくるのと、はい、あとはこの首をちょっとね、首の程度がもしかすると、こじゅりさんでは診断ついてるんですか。一応あのレントゲン取ったらその2番と3番の間が狭窄してて、そこに神経が圧迫されてる、なんかあれじゃヘルニアじゃないかって、うん、じゃあヘルニアの診断ついてる、はいはい、で多分あのヘルニアはあると思うので、はい、そうなってくるとヘルニアって分かりますか、どういう病気ですか。神経が出てこう、背骨の脊椎が並んでて、この中に神経が通ってると、はい、で神経が通ってるんだけど、その骨と骨の間にお座布団が入ってるんですね、はい、これが椎間板、うんうん、で椎間板はクッションの役目をしてるんですが、はい、首の骨がずれたりすると、うん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 、それが3年ぐらいすると潰れちゃうんですよ、ね、変な力が入って、うんうんうん、で問題なのは、椎間板に亀裂が入る、要は座布団に亀裂が入って中綿が出てくる状態なんですけど、これが神経の方に飛び出してきて、神経に触るとこれが神経症状が椎間板変態で、問題なのは、亀裂がその座布団の袋というか側に入るんですけど、この亀裂の入る場所によって痛みが出ること出ないことがあるんですよ。で痛覚神経が来てるところに亀裂が入ると痛いってなるんだけど、この子は痛がってないから、多分そこにじゃないところに亀裂が入ってて、でも中身は飛び出してて、で飛び出す時も神経じゃないところに飛び出してくれればいいんだけど、神経側に飛び出しちゃうとこういう、だからこの子の場合はそこに飛び出しが何かある、ね、でこの椎間板の内容物っていうのはゼリーです。ゼリー状なので、ゼリー状のものが飛び出して神経を押して神経症状になって、問題なのは押した時に神経がむくむんですよ。むくむことによってさらに押されちゃう、うん、でこの時に神経にどのぐらいの障害が出てるか、一過性に押されてむくんで神経のラインが遮断されてるだけだから、飛び出したものがなくなれば神経ラインが戻るっていう場合が、これは一つで、もう一つは押された時に神経が壊死してしまう。この場合はその飛び出すゼリーがなくなっても戻らない、これが後遺症ってやつですね。どっちかは治してみないと分からない。で外科適用っていうのは外科でそのゼリーを取り除くことを言うんだけど、大体比率としては大体10対90、要は1対9、手術外科適用が1割、9割が内科療法っていうふうになります、大抵は。であとは飛び出したそのゼリーが吸収されるのに、だいたい発表されている内容では人間のものしかないんですけど、だいたい500人って言われてるから、1年半くらいかかっちゃう。だから1年半経ってみないとわからない。で問題なのは1年半の間にさらなる飛び出しが出たら困るんですけど、で一応僕らでお手伝いできるのは、その骨の並びがいびつになると椎間板に圧がかかって余計ひどくなっていくんで、それを止めるのはできるんで、だけど飛び出しちゃった部分っていうのはもう何ともしようがなくて、自然吸収を待つしかないから、ちょっとそこがお時間かかってくる。だから大体このズレをできれば矯正するのに繰り返し何度かやって、まず、いい状態に癖がついてる、ズレた状態に癖がついてるからそこを正す。でこの子もそうなんですけど、いい状態に持ってってから今度位置に入って、
多分、この子もヘルニアがありそうだから2人とも同じような所見で、そうすると、まあ、500日だから大体、最終的には月1ペースで、1年半ぐらいやるといいかなと思います。でそこの段階でどのぐらい改善していくかという感じでしょうか。ただ、まあ、痛みは少なくとも解除できる、今日見ていただいて解除できるから、そこはメリットです。で施術後、今施術して12時間は安静でお願いします、はい、うん、で血行が急に良くなって、まあ、多分この後は爆睡だと思うの でご飯食べたくない、寝るって言ったら寝てといて、無理に起こせる。で本人が食べるって言ったらあげて大丈夫、ね、であと気をつけていただきたいのは、まあ、了承いただきたいのがですね、椎間板になった場合 その悪化するか否かとか、途中から一箇所じゃない場合もあるんです。今予備軍で爆弾持ってる状態で、大抵初めに集中して癖を取るのに2ヶ月ぐらいかかるんですよ、うん、週1とか2週に1回でやって2ヶ月ぐらいかかっちゃうから、その間にそれが爆発したこともある。だから症状が途中で悪化してくることもあるので、それはご了承ください、うん、ね、っていう感じです、うん、この子の安楽ないつも寝かせ方とかも良いんですよね。はい、基本横がいいです、まあ、横で、うん、で多分頸椎だから下側をやっちゃってるはずなんで、うつ伏せにするときは、うん、枕をしっかりタオルをロールに巻いてこうやって持ち上げてあげて、こういう感じですね、で乗せれるようにして、本人が疲れたら下げる、でも下げたときに下がりすぎない、多分こうやってベタってするとかかかる。で基本だから長時間の時に横を、で、あとはまあ座礁等を気をつけていただきたいから、コロコロしてます、ね、よし、OK だ、はい、ありがとうございます。